トミーは、プロレスのレフェリー、元女子、プロレスラー。本名、八木下正美。1983年、全日本女子プロレスに入団。9月23日、埼玉県戸田市スポーツセンター大会での中野恵子、相手の1対に変則マッチでデビューするが挫折し、レフェリーに転向。和田京平の指導を仰ぎ、同年10月1日、岡山県和気町大会で、 レフェリーデビューを果たした。1989年、全女を対岸して、トミー・ランとして、ジャパン女子プロレスで裁く。ジャパン女子崩壊後は、LLPW 旗上げに参加して、メインレフェリーとなる。後に再び、フリーとなり、ガエア・ジャパン、JD スター女子プロレス、ネオ女子プロレスなどでも裁く。卓越した、判断力と、マット裁きを武器に、女性レフェリーでは、 現役最長を記録。その後、プロレスリングウェーブをメインとして、マーベラス、アクトレスガールズ、アイスリボン、レーナなど、女子プロレス団体で幅広く活動する一方、地方遠征の際は、選手バスの運転、過信名駅近くで飲食店を経営している。また、節目の年には、工業をプロデュースしている。かつてアルシオンが使用した、 リングキャンバスの一つを個人で保持しており、主にウェーブ工業で使用されている。2021年1月1日、プロレースリングウェーブ及びマーベラスに兼任所属。ありがとうございます。